えー、こんにちは今日はつれずれずを読むの12回目になります幸い、えー、段数と回数とかうまく収まりましてなぜかというと最初は「序」があったんですけどもね途中で、あのー、第4段と第5段はまとめてやりましたので、えー、最初の「序」の文が吸収されて、えー、段数と回数が今一緒になっています。 でこれもですね、えー、前の話からいきますとねあのちょっと前も紹介しましたけど放送大学の島内優子さんでしょうかねその方が「つれずれ草」を連続的に読むという解説をしてましてこれ私も随分参考になりましたけど。あの 健ふっとつれづれになるままにねふっと思いついて書くんですけどもゆるるい流れがある話題にあポツンポツンとあのいくつかの話題をこう変えていくんですけどもね流れの中で一つうーん時々自分の思いを書いてみようかなとかね経験を書いてみようかなとかあの人が言った言葉を書こうかなとかね あるいは昔からのその言い伝えというかその儀式というかね習慣的なものを何か書いたりというねいろんな話題があるんですけどこれはあの思いですね自分のしみじみとしたこういう時にこんな思いだよっていうのをね書いているこれはですね友達のこととかな付き合いのことですねうん。 そうそうそう、えー「人との付き合いがどんなかな」っていうことが書いてある段だと思います。で私あの,あのまあ調べて調べて読んでいくといいのいい,いいというかまあ読み方の見本みたいにはなるんでしょうけどもあの皆さんが普通に向き合って読んでいく時にはそれほど「調べて調べて」っていくと原文を忘れてしまうわけです原文の流れをね。 で私がこれでやっているのは、えー、毎回繰り返しますけども私自身が2か3で区切りながらつれずれ草を読んでいって、えー、いろいろ考えている順序通りに読んでいくと素直にでその流れの中で、えー、意味が読み取れるものを拾っていくとあっちこっち飛んで単語調べてくっつけるではなくて 頭から順に読読んででいいく読み方をやっているわけですそれが音読なんですけどもね。で基本になるのは23の区切り方あとは文節のきれい目のを探すことそして、えー、読む時のリズムとしてのアクセントをチェックするというねそういうことを中心にやっています。というわけで、えー、第12弾に行きましょうか。第12弾 同じ心ならん人としめやかに物語して大体分かりますかね同じ心ならん人ってこうならん」っていうのはね言い回し面倒くさいけど同じ心だろうなっていう人かな同じ心になれる人かなしめやかにというのはまあひっそりととか静かにとね物語は話をするっていうことでしょう。 で、えー、同じような気持ちになれる人としんみりと話をして「おかしきことも世のはかなきこともねおかしきのかですね」「世のはかなき世のはかなき世のはかなきこともはかなきのがいいかな」「同じ心ならん」に戻ると「ら」ですねアクセントね「しめやかに」の「目」もそうです。 同じ心ならん人としめやかに物語の「が」です。物語しておかしきことも世のはかなきことも世のはかなきこともはかなきかなはかなきかなちょっと迷いますけどもね世のはかなきこと世ははかないはかないやっぱり世のはかなきだね。はかなきですとね「か」に打つよりは「 何狙いをつけた方がいいです。その方がかが上がらない。おかしきことも世の儚きことも。うらなくいい慰まんこそ嬉しかるべきに。にさあこそです。こそには注意、こその前は強調されてますね。うらなくいい慰めって、うらなくっていうのは裏表の裏でしょうかね。 まあ全体まんべんなくっていうんでしょうかね占らなく言い慰まんこそ嬉しかるべきにと。うん。えー、同じ心ならん人これもね山かっこつけとこうかなそうすると世の、うん、おかしきことっていうのは多分ねこれは楽しいこと嬉しいことだと思います笑うことではないでしょうあと世の儚きこと儚きこと。 何かしいことつらいこと,いこと,いこともいろいろとって「占く占く占く」占くじゃな占くの「な」でしょ。言い,い慰まんこその「ま」ですね。要するにまんべんなく言,言って心が慰められるっていうことはこそそういうことこそ嬉しかるべきに述べです。嬉しいんだけども そこで次いきますね <laughs> 去る人あるまじ,あるまじければわかりますか去る人っていうのはこれですこう同じ心ならん人です同じようにね話しできる人っていうのがいるとところがあるべきにっていうこの「に」はね逆説ですね「<laughs> に」ってね結構いろいろ使いますよ、うん、これは多分嬉しいんだけれども 去る人あるまじければある,、まあるまじければですマニアックセント。つゆたがわざらんと向かい,いたらんはただ一人ある心地やせんければのければですね。これもなんかければっていうのはのでっていうことかな。これはしかししかしこっちはので。そういう人がいないので。 つゆたかわざらんと向かいいたらんはつゆたかわざらんって少しも違わないっていうのかな向かいいたらんはただ一人ある心地やせんつゆたかわざらんと向かいいたらんっていうのは何でしょうえー、同じ心ならつゆたかわざらん全く違わないっていうのかな 全く違わない人と向かってるとただ一人でいるような心地痩せんとこれもねこういう論理が私本当掴みにくいんですよねズレズレっていうのはねこれはだから同じ心ならんとしておかしきことも嬉しいんだけども同じ心と考えが違った方がいいっていうのかしら つゆたがわざらんとのらにアクセント向かい,いたいたらんは向かっているのはただ一人でいるような気持ち,にな気持ちがするとうん、うん、先行ってみましょうかね「占く言い慰めこそ嬉しかるべき」まあ占くっていうのは 売らなくっていうのはやっぱり思って意見意見が同じ同じじゃなくてあの違ったら違ったでやり取りができるっていうことかねところは全く同じ意見でうん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 とおなずくような向き合い方っていうのはただ一人でいるのとあんまり変わらんじゃないかということでしょうかねで先行きます互いに言わんほどの言葉下に と聞くと下にと聞く会あるものから互いに言わんほどの言わん互いに言わんほどのことをおば「ゲニ」「ゲニ」っていうのは、y「ワなぜ」っていうのかね「ゲニ」と聞く会あるものから「なんで?」お互いに言おうということについて「なんで?」と聞く会聞く会ですね。 ががあるがないの聞く甲斐あるものからあるものからの「から」は「だから」と聞く意味があるからいささかたごうところもあらん人こそあそうか「いさいさ,いさ,さかいささかいささ」「いささか」後「後ろ後ろ」「たごうところもあらん人こそ」ちょっと違ってると聞けるからか。 お互いいにに言うことについてど,どうしてあそうなのとそうなんですかと聞く聞く回は現に現にそうかそうかって聞けるっていうのかな、うん、いささか多言のところもあらん人こそじゃあちょっと違ってる人だ人こそ我はさやは思うなど俺はそうは思わないなど争いにくみ去るからさぞだかそうだからそうだともうち語らわば うん、俺はそう思わないなっていうのかねでちょっと論争になると「猿からさそうだからそうだ」とも「うちかたらわば」いやこうだからこうだよと「うちかたらわば」「つれづれなぐさまめと思え」「つれつれづれつれづれつれづれ,れ,ずれなぐさまめの間」にアクセント打ちましょう「なぐさまめと思え」とうん。 要するにそういう話すると時間が有効で退屈しないということでしょう。「下には思えど下には少し過骨方も我と人しからざらん人は大方のよしなしごと言わんほどこそ荒め」ま。あ、難しくなってきた。うんと思えどのどもねこれも逆説ですよ。 いや俺はそう思わないなっていやそうだからそうなんだよっていうのも結構面白いもんだとねだけどそんなふうには少し過こつ方も少し過こつ方過こつ方過こつ方もちょっと違った人も自分と同じではない人っていうのは大方のよしな仕事は言わんほど言わんほどこと言わんほどこそ荒めか。 我と人らざ意人はあんまり違っている時には言わない方がいいっていうのかな喧嘩になっちまうと争って憎んでねだから大方のよしなしまあ意味ないことはあんまり言わない方がいいよとそれほどねまめやかの心のともにはまめやかの目出す。 心の友にははるかに隔たるところのありぬべきぞわびしきやまめやかの心の友にはうん結構気持ちが細かい友達であるとはるかに隔たるところのありぬべきぞ輪びしきやそうかなんか話しているうちに心が通じている友達が随分遠いところに いるのかなっていうことはちょっと寂しくなるよっていうことらしいですがねどうもいつでもこの流れの論理がなかなかつかめないというところで、うん、つかめないままもう一回、えー、通して読みながら考え直してみますそれでは第12弾 同じ心ならん人としめやかに物語しておかしきことも世のはかなきこともうらなく言い慰まんこそ嬉しかるべきに去る人あるまじければつゆたがわざらんと向かい,いたらんはただ一人ある心地やせん 互いに言わんほどの言葉「下にと聞くかいあるものからいささかたごうところもあらん人にこそ「我はさやは思う」など争いにくみ「猿からさぞとも打ち語らわば」「連れずれ慰まめと思えど下には少しかこつ方も」 我と等しからざらん人は大方のよしなしごと言わんほどこそあらめまめやかの心のともにははるかに隔たるところのありぬべきぞわびしきや、えー、こうやって読み直してみるとやはりこの前半はわかるんですけどもね。 だから前半に書いてあるのは全く意見が一致してしまったらば結構一人でいるのと同じような気持ちになってしまうとしかし後半になるとじゃあ同じ同じ,同じ意見の人とい,いるのがつまらないからといって相手とあの話し合ってねそうかとかね あるいは「俺はそうは思わないぞ」みたいな論争になってしまうとそれまたあの面白くないとだから逆に言うと自分でこの人随分心が通じてるなと思った人に対して話すうちにいやーそんなこと言い過ぎたなと思って随分心が離れてると思ってしまうことが、えー、それもわびしいもんだと。で つれずれ草に共通して言えるのはその一つの結論に導くような言い方じゃないんですよねだから一方ではこう言ったけどもそれをひっくり返して別の面から言うとそれを二つ三つ組み合わせた形で一つの段ができているでそれがあの私がどうも論,論がつかめないなと一貫しているものじゃなくて。 1>, 1つの事態に対してあの2つ3つの方面から話題にして深めていくというねなんかそんな感じなんだなということがだんだん分かってきました特にこの第12弾はそういう傾向がありますというところで、えー、終わりにいたしますどうもありがとうございました